見えてきた、ファミイン幕張あれに泊まります。今日が5月14日なんで、もう15日ですけど、6月の9日までここに滞在します。ホテル暮らし初めてです。いや、出張終わって、名古屋出張終わって、東京の会社に戻って荷物を持ってから、今午後11時半嘘だ、もう12時回ってる、12時ぐらいです。よし、どうやって行くんだ。こっちの道か。こっちにしようか。この時間に起きてることほぼないから、大丈夫か。全然いいじゃん。景色は、あ、意外に、まあホテルの中ではだいぶいいんじゃない。いやー、ホテル着きました。ここで1ヶ月過ごします。どうすか、どんな感じ。よいしょ。結構良くないですか。1ヶ月11万円のホテルです。ここで暮らしていきます。暮らすっていいですね。ここに泊まるじゃなくて、ここに暮らすっていう、初めてです、ホテル暮らし。いやー、楽しみだ。名古屋出張から帰ってきて、その前1週間文字、北九州の文字友達にちんと泊まってたんで、もう滞在の2週間でしたね。ゴールデンウィークからもう大会終わってから、いろんなとこ行っていろんなもの食べてます。めっちゃ太りました。その分めっちゃ元気です。いやー、すごいいい景色っすね。ビジネスホテルだと思って、絶対ホテルの前の壁ビューだろうって思ったんですよ。ホテルの壁面しか見えないタイプのホテルだと思ったんですけど、めっちゃ見晴らしいです。海見えんじゃないかな、これ。
朝楽しみですね。そうなんだ、明日仕事なんだ。今思い出しました。へえ、角部屋なんで騒いでも全然 OK なことないですけど、よし、やっとこういうね、一人で話しても全く迷惑かからない部屋に行けたんで、これからだいぶ滞っておりましたラジオ配信、そして YouTube やっていきたいと思ってます。ではおやすみなさい。あれなんだろう、何の街ですかね。おはようございます、赤道です。いや、初のホテル生活幕張1日目です。5月の15日月曜日、今日から新しい週間です。ただね、土日出張だったので2週間連続でずっと働いてます。12年勤です。いやー、ちょっとね、休みたい気持ちもありつつ、一個仕事が片付いたので、楽な気持ちでこの1週間はスタートできるかなと思ってます。筋トレも土日ちょっと出張でサボっちゃったんで、今日からまた再開していこうかなと思います。もうね、大会終わった後の筋トレが楽しすぎて、ご飯いっぱい食べてるんで体力あり余ってるんですよね。なんでも物重さ上げたいは上げたいはしょうがなくて、で終わっても疲れないからもう1セットやりたいとか欲張っちゃってるんですけど、僕がいつも習慣化でお伝えしてる通り、できる時こそ規定量をちゃんと保たなきゃいけないなって思ってるので、いつか絶対体壊すようなやり方でやってしまってる気がするし、去年実際壊したんですよね。調子乗って、あ、上がる上がるみたいな思ってたら肩やってしまって、整体に1ヶ月くらい通っていたことがあったので、しっかりとそこは抑え気味でやろうかなと思ってますが、前回の重さを上げていく、生き続けるのが筋トレでもあるので、しっかりとそこは目指しながらやろうかなと思います。減量期正直前回の総負荷量、レップ数何回上げるか、それをどのぐらいの重さでやるか、で何セットやるかの掛け算で、自分が何キロ何回総合計上げて総負荷量っていうのが出てくるんですけど、それを前回の筋トレをどれだけ超えるのかみたいな話が一つ筋肥大のセオリーとしてあるっていう話を読んだことがあって、全然ね、減量期はそれができてなかったですよ。正直適当にやってて、そうなんだよ。ただこういう心にね、ご飯いっぱい食べて余裕ができてるので、こういう時にこそしっかりやって、減量期にはもうすでにそれが当たり前になってる状況にしたいなと思ってます。増量期こそしっかりとそういうトレーニングメニューを頑張って考えていかないといけないなと思っています。はい、というわけで、まあでもホテル生活楽しそうですね。水道水だけ飲めないって書いてあって、飲めないって言ってるだけなのか飲めないのかちょっとわかんないので、まあ、今日は一回飲んでみて、一日経過観察しようかなと思ってます。わざわざロビーまで水汲みに行くの大変なんで、部屋で飲めたことに越したことはないので、飲めないって多分言ってるだけな気がするんですよね。水道なんてどこも同じとこから引いてるって勝手に思ってるので、なんで今日ちょっとね、一日水道水、これ、まあ空なんですけど、ここに飲めないって言われてる水を入れて、本当に飲めるかどうか。検証していきたいと思いますみたいな YouTube のみたいなことをやるわけじゃないんですけど、個人的に検証して飲めるかどうか確かめます。明日お腹痛いとか言ってたらさしてください。では行ってきます。お、支給品来てる。ランドリーバッグ1日1回の周辺、水、マジ水大事。ここのホテルで水飲めないっていうか、そして、あ、浴衣の支給品来てる。浴衣ね、浴衣着ないのか、いらないっていうか、わざわざ用意していただく、申し訳ねえな。これなんだ、アメニチーね、アメニチー。お、お茶パック、これも支給されてます。で、多分これにいらない今日終わったやつを全部入れるんじゃねえかな。お、マジでバスマットも支給来てるじゃん。バスマットでマジです、一瞬で寝れるんだよね。
うわ、めっちゃ濡れてる。雨上がりの幕張です。ほんとびっくりしてんね、マジでラブホ街だったわ。これがこのあと1ヶ月住むところ。ラブホじゃないんか、パーティールームって何、ラブホに置ける。いやね、まあ、ちょっとね30分ほど在宅ワーク休憩して散歩してます。定期的に外の空気を吸いたくなる感じですね。やっぱホテルのね空気は悪いわけじゃないんだけど、窓が少ないから、でベランダがないじゃないですか。なんか転落防止でちょっとしか入れない、あれ隙間がね少なすぎて外感ないんですよね。だからもう仕方なくそのあたりは。おースーパーバリュー、すげえ車、なんか白かったな、怖そう。そうそうそう、レスト3800、ステイ7500。いいですねこれ、ガチャガチャしてて DVD 鑑賞でね、ちょっと行くとめっちゃ自然公園みたいなのあるんで、すごいそのコントラストが素敵ですね。そういうコントラストがある街って僕めっちゃ好きなんですよ。ちょっと歩いたら街、ちょっと歩いたら綺麗なとこ、ちょっと歩いたら海みたいな、そういう明暗、明暗って言うと暗のところちょっと悪い感じなんですけど、なんて言うんだろう、色がねグラデーションなくサッと分かれてる感じのところってめっちゃ好きなんです。おーって思う。もうね、無目的に何でもかんでも撮りまくろうと思います。これ分かります、これスマホでよく若い人たちがみんなつけてるじゃないですか、スマホのなくし防止みたいなやつ、すぐ撮れるやつ。それにジンバル自撮り棒をつけました。なので撮りたいって思った時にすぐ撮れる。これでね、もうめんどくせえやってなくしていこうかなって思いますわ。ではしゃあカーボン、今日のトレーニング前カーボンは塩豆大福です。大好きだ大好きな塩豆大福です。これねめちゃめちゃいいんですよ。脂質低いでしょ、でまあ、ほぼ炭水化物の塊ですよね、糖質ですよね。これを食べるとめちゃめちゃ元気が出る、めちゃめちゃ力が入る気がするので、いつもトレーニング前のお守りとして食べてます。で今3時ぐらいなので、そこでね僕の場合トレーニング3時間ぐらい前にご飯食べておくと結構いい感じにお腹も消化されつつエネルギーも残る状態になるので、で今日は忙しくなさそうなんで18時には終われそう。タツの幕張本郷店エニタイムフィットネス行ってみたいなと思います。もうねこの1月から何店舗行ったんだろうエニタイム。あのエニタイム本社の人びっくりしてますね、何こいつどれだけ店舗転々としてんだみたいな。ちょっと後で数えてみようかな、20店舗ぐらいこの半年で行ったんじゃないかなって思って、なんかそういう賞とかないかな、エニタイムいっぱい行ったでしょうみたいな。だとしたら僕ダントツな気がしますね。筋トレしながら転々と回ってる人なんてあんまいないんじゃないかなって勝手に自負してるんで。よし、さっき買った塩豆大福いただきます。脂っこいものよりも脂質が少なくて糖質が多い和菓子がいっちゃうまい気がする。よしいただきます。今16時なんで仕事終わったらすぐジムに行きたいですね。うーん
本当に最高。小豆が好きすぎる。もうね、目をつぶって音を聞く。静かなところで目をつぶってゆっくり食べると、いろんな感覚が遮断される分、味覚に神経が寄るって話を聞いたことないんですけど、そう思ってて、本当に美味しいものを食べるときは何も聞かずに、誰とも喋らずに、一人で目をつぶってゆっくりそれだけを食べる。ファミマの塩豆大福、本当に美味しいわ。今日のエニタイムです。幕張日本語店ディゴいいね。すぐ近くにスーパーがあるからご飯買って帰れるし、ドラッグストアもある。火曜日。うわー、めっちゃ気持ちいい幕張の朝です。いますか。幕張の朝です。この非常の出口のやつが、いい朝。よし、髪結んで、今日は出社デーです。髪結んでご飯食べて、何ですね、マインドフルネスして行ってきます。じゃあ、そしたらホテル暮らしサラリーマンの朝ごはんお見せしていきます。朝のプロテイン、給湯器でお湯を沸かしてたので最初にお湯入れて、2杯分 640g。
でここに卵を入れる。下水出そう。なんかダメって言われた気がする。生ゴミだから。よし、で、あべ、で、マスガシが来るためにで、この中にクレアチンが入ってます。スーツケースに全部自分の荷物を入れるので、粉が多すぎると大変なので全部まとめました。クレアチンとグルタミンは飲むタイミングで僕の場合は一緒にしてしまっているので、でシェイク。皆さん、熱湯プロテインに入れるときシェイク気をつけてください。なぜか圧力が超高まって開けるときにものすごい空気出てきます。そのときにしっかりと混ぜきれてないと粉がここに溜まってもう粉塵爆発みたいな、粉が爆発するんで、あったかめのお湯でプロテイン混ぜたい人気をつけてください。で、僕あったかめのプロテインめっちゃ好きで、チビチビ飲めるじゃないですか。原料機そのチビチビ飲める感覚をめっちゃ重宝してて、プロテインって1杯90キロカロリーから、まあいろいろ入ってるやつだと多分110キロカロリーぐらいなので、結構大事じゃないですか。結構原料機における100キロカロリーってめちゃめちゃ大事にしたいカロリーなので、いますよ、ポンって音。あ、全然しなかった。じゃあ、いただきます。いただいてまいります。すげえ軽い。うん、ホットケーキミックス。火をしないと調整できない。お、うまくいった。決めた。決めた。髪が伸びてきたね。今日切りに行こうかな。サイドだけ買ってくれる専門店とかないんですかね。なんか全部サイドだけ刈るように注文してるんで、カットしてないんですけど、でもカット分取られちゃうんで、まあ1000円カットなんですけど、サイドカットだけなら500円とかやってほしいですか。しゃー、今6時ぐらいかな。今日はジムに行ってきます。支給品の水、1日に1回支給される常温の水、きっちり
ちゃうんです。任せなきゃいけないから水が本当に大変。下に行けばウォーターサーバーあるんだけど、わざわざ、ね、下に行くのもちょっとハードルが高いというか、本当に大事にいただかないといけない。あーって言って一口で半分飲んじゃって。よし、今6時前ですね、朝の。今日は出社なので、朝ジムに行ってから、今日はね胸トレしていこうかなと思います。ネットで検索した筋肥大プログラムが無料で配布されていたやつがあったので、それちょっと今週じゃないわ、今月から8週間ぐらいやってみようかなと思ってるので、いつもの筋トレメニューから脱却してちょっと刺激を与えていこうかなと思います。僕のね、いつもの筋トレメニューは本当にど素人なんで、多分あんまり考えられてなかったかなと思ってて、このあたりも、減量が終わって少し心に余裕ができてきたので、しっかりと筋トレメニューをやっていきたいと思います。やっぱね、食事とか睡眠とか、食事かな、なんか何食べればいいですかとか、プロテインって1日何回飲めばいいの、いつ飲めばいいの、 EAA、BCAA みたいな話って結構されてるし、僕もそれが一番気になるんですけど、結局筋トレで一番大事なのって筋トレじゃないですか。そこをすごいおろそかにしてたなってパーソナルとかたまに受けてて思ってて、やっぱ今一度筋トレたる部分、しっかりと筋トレを学ばなきゃなと思ったんで、頑張りますね。ちょっと筋トレを勉強します、食事とかじゃなくて。ではおはようございます。水曜日、ホテル生活3日目です。今日も出社なんで、まず朝ごはんですね、プロテインとオートミール作ってから朝散歩したいと思います。めっちゃいい天気、すっごいいい天気です。朝ごはん作って、で今日はトレーニングオフなので朝結構時間があります。でもう僕の着る服がもうないので、朝のうちにランドリー行って洗濯していこうかなと思います。乾燥機あんのかな。ビタミン B、 C、 ビタミン B は 50g のコンプレックス、50mg か。で、ビタミン C は1粒 1000mg。これを1日3回同じセットに飲みます。で、BCAA の錠剤。これ8粒で確かいい感じだったんですよね。8粒推奨。粉だったら簡単なのに、錠剤だとこんな飲まなきゃいけないですね。そんな BCA 飲まなくていいんですけど、なんか錠剤面白そうだなと思って買っちゃったんで。で、減量期むくみを取るために買っていたカリウム、これも1日9粒。これなんで飲んでるかっていうと、なくしたいからですね。あと増量期入ってちょっと体、朝起きた時にむくむ感じあるんで、それを取るっていうのもあります。これね、なんかしょっぱくて美味しいですよね。しょっぱくて美味しいんですけど、流し込みづらすぎて。おー、さあ、そしたらプロテイン取っていこうか。
いつも最初粉から入れてたんですけど、なんかツイッターで粉から入れる人いるんみたいな話を聞いて、水から入れないとダマになるでしょ、そこにくっつくでしょって話をしてる人がいたんですよ。あ、そこにくっつくダマになるものじゃないんだ、ダマにならない方法があるんだってその時知りましたね。もうそこにくっつくダマになるものだと思ってました。はい、これ2杯分ですね。 38g ぐらい多分取れてます。グルタミンとクレアチン2杯、多分両方とも5杯ぐらいずつ。実家に滞在してた時に両方買って、でっかいボウルでグルタミンとクレアチンを入れて混ぜ合わせて今のケースに入れてるんですけど、ちゃんと混ざってるか分かんなくて、上の方しか取れて、上の方にグルタミンがめっちゃ配分多い気がするんですよね。なんでほぼグルタミンかもしれない。でもまあいいですよ、そのあたりは。いただきます。うまっ。次、オートミール。これすき焼きのタレかけるのが大好きなんですよ。で、見てこれ、プラスチックの200円ぐらいのタッパーです。お皿とかを持ち歩けないんで、こういうの日々買って入れてます。これが僕の前皿です。僕の家具です。僕の食器です。一応測ってます。 100g、10g になってる。増量してるんでこれぐらいはいいんですけど、せっかく買ったからには。あれ、お湯ない、やばい。お湯沸かしてきました。七味かけたいんですけどね、買うの忘れちゃって、あと様子で買ってこようかな。やばいでしょ、ズボラ飯。何食べてんのって話なんですけど、美味しいんすよ。美味しいし、ご飯に時間をかけないっていうのが
大事にしてて、いくら時間かけてもそれに見合った美味しさできないんですよね、僕の場合。ちゃんと作ろうと思うと、料理買う、スーパーで買うところから含めて2、3時間かかるじゃないですか。まあ、もっとかかる人いると思うんですけど、なんで僕はね、増量期だろうが減量期だろうが5分以内に作って食べれる飯っていうのをモットーにしてます。人それぞれだと思いますけど、いただきます。うん、最高。すき焼き、卵とすき焼きのタレかければ何を媒体にしてもすき焼きになるって本当オートミールで知りました。多分ティッシュとかにかけてもすき焼きになるんじゃないかなって思って。うん、うまい、うまいっすわ、うまいっすわっていうか、おいしい、めちゃめちゃおいしい。トレーニングオフなんで汗散歩をしようかなと思ってます。さあセットして着替えたんで洗濯と散歩に行ってきます。散歩せずにはいられない天気になっちゃったからしょうがないですね。今日は散歩しなきゃいけないです。これはほらタップしても青空がフォーカスされないか。おーほらほら、入れ忘れ。したら朝散歩に出発でいい。
なんかアーシングって言って、裸足で地面につくと体の中の滞留してる電気が流れていいみたいな話を聞くんですよね。なんか科学的なのかスピリチュアルなのか全然わかんないんだけど、裸足で地面に足つけるって非日常すぎて、もう普通に楽しんでやってます。めっちゃ気持ちいい。子供に戻ったみたいで、これ平日の朝ですからね。平日の朝、26歳の会社員の男が公園で裸足になってるってやばいっすよね。でもね、そのギャップがまたね楽しいんですよ。